高山貯牛12月24日は、明治時代の日本の文芸評論家、思想家、東京大学講師、文学博士。明治30年代の言論を先導した。本名は林次郎。生誕地、鶴岡市の鶴岡公園にある教像、高山貯牛の終焉の地の日日本、中国の古典に造形が深く、欧米の思想にも通じ、微分体を得意とし、文豪と呼ばれた。 日本主義、ロマン主義、ニーチェ主義、日蓮主義など主張の変遷が激しく、急激な近代化で変転した、明治思想史の歩みを体現したとも言える。諸牛の説いた日本主義の優勝列廃論の影響は大きく、当時の小学校教科書にまで諸牛流の表現が多く見られた。若くして亡くなった点を差し引いても、北村東国、石川拓僕らと比べて、 思想の浅さが指摘されている。自身が病弱であったため、ニーチェの特徴人や日蓮といった強者に憧れた。その一方、民衆を弱者と決めつけ、社会主義に対しても弱者の思想として否定的であった。滝口入道の作者は、高山著牛1894年4月17日、読売新聞、新聞修正、明治編年史。 第9巻大概女牛対立期、谷沢栄一、松陰国文学、17、1から10、岩井博史、作家の臨終、母肥辞典187ページ、色川大吉、明治精神死した講談社学術文庫、P133 から134、色川、明治精神死した P128 から129。ありがとうございます。